ノーフルーツノーライフ、はずかジューシーコンチェリース。あたし、くだものこ、歳は14、果物だけにジューシーなんちて。本当の年齢は1と4を逆にして、はずかジューシーじゃーん、くだものこの大好きないちご。もうすっごいいちごの匂いでもうメロンメロン。これをただ食べるだけじゃなくて、お家でいちご狩りやっちゃおうと思います。まずは紐張っていきます。モノコモノコ、くだモノコ、モノコモノコ、くだモノコ。いちご吊るしていきたいと思います。まずは大きみ、すっごい大きい、だから多分大きみっていう名前みたい。大きみ、大きい、大きいみ。もう限界かも、柱がグラングランしてる、やばい。でもちょっとやってみよう。なんかこれジェンガやってるみたいな気分。あ、もうダメだね、これこれもう限界じゃない。もう柱が限界、柱がもう保ってネーブル。いくよ。あーダメ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 。モノコモノコ、やばいやばい、もうダメだ。モノコモノコ、一回振ります。まずは大きみ、すごい重さもすごい。これ平均荷重が 20g 以上だ。だんだんいちご狩りっぽくなってきた。紅ほっぺ、でっか、めちゃくちゃでかい。美容系フルーツ YouTuber、くだものこ。ほっぺが落ちるくらい美味しいっていう意味みたい。ここ映ってる？これでも、ああ、やばい、ほっぺが落ちるくらいでもう落ちちゃった。でも絶対食べる。これヘタが取れちゃったよ。これが本当のヘタレなんちゃって。濃いみのり、これでかい、これもでかい。そして香りが強い。2017年に登録出願されたばっかりこれボタボタ落ちてくる危険性あり。香りの、ああ、絶対食べる。これなんか結構簡単にできると思ってた。考えが甘おう。そういうあれみたい、テレビチャンピオンの集中力王決定戦みたいな。完成！おうちでいちご狩りスタート。どれから食べよう。じゃあ一番大きいのからいこうかな。いこう。おっ、でかい。いちごの甘い部分ってこっち尖ってる方みたい。だからヘタ取ってヘタの方から食べると最後に甘いで終われるみたいな。めっちゃ美味しい。うまみとかなんか全部がギュッと詰まってる感じ。あ、美味しい。もう一個食っていい？もう一個食べていい？中身がおっさん？バレバレバレンシア。いっちゃおう。こっち行こう。あら！絶対食べる。最高。何個でもいけそうな感じする。紅ほっぺいってみる。美しい紅色で果肉の中心まで赤くなってるみたい、中まで。じゃあちょっと食べてみる。確かに、あ、なんか落ちた。あ、痛い痛い、なんか何個か落ちた。モノコモノコ、くだモノコ、モノコモノコ、くだモノコ。待って、あとでちょっとやる。で、果肉はさっきより柔らかめ。こう甘みがこううまくフィットする感じ。ごめん、さっきのミス。香りのだと思って吊るしたやつがちょっと違った。こっちが本当の香りの。あれ、どれが紅ほっぺ。まあでもここになってるこの紅ほっぺもう一個食べちゃおうと。紅ほっぺ糖度が高い、めちゃくちゃ甘い。一言で言うと濃厚。濃いみのり、
チゴを通して思いが叶いますようにっていうネーミングなんだって。めっちゃロマンチック。うん、爽やか。めちゃくちゃ甘いってわけじゃないけど、こう香りが強い感じがする。香りの、いってみよう。三重県のオリジナル品種。酸味がそんなになくて、すごいなんかもうまろやかな甘さ。おいしい。いちご豆知識なんだけど、この種の部分って種じゃないんだって。果肉なんだって。果実なんだって。で、その中に種が入ってる。だから果実だと思ってる部分は擬果って言うんだって。これ練乳につけて、しかも一番甘いとされてる先っぽ食べてみよう。うん、うまみ別世界。フルーツがあれば絶対生きていけるよね。でもなんか調べたら、いちごって厳密には野菜みたい。あとスイカも野菜らしい。美味しければ全部果物。大きみいってみよう。これうまい。ちなみにこれが濃い緑香りの紅ほっぺ大きみかな。ちょっとね、あ、濃い緑まだあった。食べちゃおう。なんか本当に個人的な趣味で言うなら紅ほっぺが1位かな。ちなみに毎月22日はショートケーキの日。なんででしょう。そう、カレンダーで見てみて。22の上にいちご、キキイチゴ、やってみたいと思います。まずはこれ、見た目めっちゃ大きみっぽい。うん、間違いない。見た目も味も大きみ。続いて、果物子、フルーツのエキスパートだから大丈夫、絶対わかる。これ紅ほっぺっぽい。モノコモノコ、クダモノコ、モノコモノコ、クダモノコ。あ、これ紅ほっぺじゃない。これ多分香りのだ。うん、次これかな。これが紅ほっぺか。これは紅ほっぺだ、間違いない。そして最後、これがなんだ、濃い緑。あれ違うかも。いや、これが濃い緑だ。紅ほっぺ香りの濃い緑大きみ、どうでしょうか。当たり、濃い緑だ。あ、じゃあこれが香りのってことかな。あ、そうだそうだそうだね。これが大きみ、大きみ、大きみだもんね。あー、美味しさに違いはないもん。いや、味は違うけど。ちょっと悔しい。まだまだ私青りんごだった。はい、この動画が良かったよ、このおうちでいちご掘り真似してみたいって思ったフルーティストは、チャンネル登録といいメーブルボタン押してくださいね。というわけで、くだもの子でした。ノーフルーツノーライフ、バナナアイスデイ。もの子もの子、くだもの子、もの子もの子、くだもの子。